商品管理シールを使ってノート一冊に大事な内容をまとめてみました。もしもという時にとても役立つノートになります。大事な個人情報を取り扱うノートになるので、なるべく伏せ字にしたような形で自分の家族だけがわかる、そういった内容の書き方をお勧めいたします。またノートは大事なノートというのがパッと見わからないように、タイトルも何もつけない、こういったノートを使うのがおすすめになっています。貴重品管理シールは全部で5種類あります。こちらが証明書や保険をまとめた内容のシール、こちらは貯金の通帳やあとはクレジットカードをまとめた内容になっています。こちらは契約書全般に使える内容のシールになっています。こちらはパソコン、Wi-Fi、携帯などそういったものをまとめられる内容になっています。最後はこちら、ウェブサービス全般に使える貴重品シールになっています。備忘録ノートに役立つ付箋もあります。アカウントだけを書き込む付箋があったり、面白い家電リスト、こちらは家の中にある家電をまとめて書いておく付箋になっています。また贈答用の記録、いつどんなタイミングで誰からどのようなものをいただいたか、そういった内容を書いておくもの、あとは住所録ですね、こういったものもアナログにまとめて書いておくのに便利な付箋もあります。ファインブックはシールや付箋をメインに取り扱っています。自分に必要な内容のものだけを選んでノートや手帳にこうやってまとめていくだけでオリジナルのノートが出来上がります。余白のない無駄なページができないので、とてもおすすめの内容になっています。